はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴスーパーマリオのジュゲムのふわふわチャレンジ71389です。部品の袋は5つでパーツ数は484個、そしてアプリ連動の説明書が1冊ついてます。組み立て方はこのアプリかホームページを確認してください。それでは組み立てていきます。はい、完成です。キャラクターはジュゲム、キラー、そしてチョロボンの3体です。ジュゲムです。なかなか可愛いですよね。雰囲気よく出てるんじゃないかなと思います。ジュゲムの顔、それから下の雲の顔がプリントパーツになってます。で、後ろにはちゃんと甲羅がついてて、その下にはカラーバーコードありますね。で、このジュゲムと雲なんですけど、こうやって簡単に切り離すことができます。なので雲だけで遊んだり、まあ、ジュゲムにね、足をつけて遊んでもいいかもしれないですね。まあ、欲を言えばどうでしょうね、釣り竿をね持ってても良かったんじゃないかなと個人的には思いました。ちなみにカラーバーコードを踏むと2回でコインをゲットできるようになってます。ちょっと少なめですかね。キラーです。特に変わったところはないかなと思います。手をねこうやって動かすことができるようになってます。目はプリントですね。で、上にカラーバーコードありますんで、これを踏むと1回でコインをゲットできるようになってます。
最後はチョロボンです。チョロボンもすでに登場したキャラクターですね。顔はプリントになってて、この周りの雰囲気がすごくそれっぽくできてるんじゃないかなと思います。ただね、ちょっとトゲトゲ感が強いので、踏んだりすると相当痛いと思いますんで注意してください。で、後ろにカラーバーコードがありますんで、これを踏むと1回でコインをゲットできるようになってます。ではその他のギミックアイテムを確認していきましょう。では早速メインギミックから確認していきましょう。真ん中に結構ね、大きな塊がありますよね。これなんですけど、こうやってくるくる回すことができるようになってます。で、てっぺんのところ赤い出っ張りがありますよね。ここに実はこのジュゲームをこんな感じでセットできるようになってます。下がくるくる回るのもそうなんですけど、この時ジュゲームはもう本当にスポスポの状態なので、ジュゲームだけでこうやって回すこともできるようになってます。で、その下両サイドに白いゴンドラがあって、さらに後ろ側に黄緑色のレバーがついてますね。このレバーとゴンドラなんですけど、その下のこのテクニックパーツ、水色のテクニックパーツついてますけど、これにくっついてます。で、さっき真ん中のこの雲のパーツ、真ん中の塊パーツですね、これをこうやって手で回せますよというような話をしましたけど、このゴンドラを使うことで、手で回す必要はありません。やってみましょう。このゴンドラ自体は実はこんな感じで、前後に動かすことができるようになってます。前に動かすと特に塊パーツ動きません。でもこれを後ろに下げると、はい、こんな感じで塊パーツを動かすことができるようになってます。もう一回やってみましょう。前にやっても動かないんですけど、後ろに下げるときに回すことができるというような仕様ですね。では仕組みを簡単に見ておきましょう。真ん中のこの塊の一番下のところに明るい水色のギアパーツがあります。これですけど、ギアパーツを動かすことができれば上の塊も動くというような仕様になってるんですね。で、これどうやってギアパーツ動かすかということなんですけど、さっきのこのテクニックパーツの先端についてるこれです。これカタカタなるんですけど、このね、先端の、ちょっとね、丸っこいやつがありますよね、グレーのやつ、あれが、このね、刃に引っかかれば動かすことができるようになってます。で、前に動かすとちょうどこういう風にカタ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 鳴って、ギアにね、引っかからないようにできてるんですね。なのでこれ前に動かしてもこの塊がね、動かないという感じになってます。でも後ろに動かすとどうなるかというと、こんな感じでギアに引っかかるようにできてます。これね、よくできてると思うんですけど、なので、前に動かしても動かずに、後ろに動かせば動くというような、仕様になってますね。本当によくできてますよね。で、もちろんこれ左右どちらのゴンドラを使っても同じようにこうやって動かせるようになってます。で、こうやってね、同時に動かす方法もあるんですけど、結局これこの前に動かしてるときは、真ん中のやつは回りませんので、同時というよりもこんな感じですかね、交互に動かした方がより連続して回せるんじゃないかなという感じがしますね。では実際にコインをゲットしているところをお見せしたいと思います。ジュゲームを乗せた横ですね、ここに大きなカラーバーコードがあります。ここに乗せると、はい、こんな感じで、音声とね、音楽が流れ始めました。で、この状態で、こうやってね、ぐるぐる回します。はい、コインゲットできてますよね。でもこうやって回さなくても、実はこんな風に動かしてるだけでコインをたくさんゲットできるんですね。これはなかなかいいなと思いました。でもここなんですけど、下にポッチがないんですよね。もうツルツルの、タイルブロックの状態になってますんで、勢いよく回したり、ゴーンとね、衝撃を与えたりすればこうやって簡単に落ちちゃう仕様になってます。ここだけがちょっとね、これの、難しいところかなと思いますね。ということで、今度は協力プレイでやってみましょう。片方をこの大きなカラバーコードの上に乗せて、もう片方をゴンドラに乗せます。あとは、動かすだけですね。今ね、協力プレイのグッドサインが出ましたけど、このままやってみましょう。すると、こんな感じですね。ちょっとね、表示は見づらかったと思うんですが、ちょっとずつ動かすだけでもこうやってね、コインをゲットできるような感じになってるんですよね。今もね、成功しましたね。で、これぐるぐる回してももちろんできますんで、まあ、挑戦してもいいんですけど、ただこれあまりやりすぎると、さっきも言いましたけど、今ねルイージが立ってる、大きなバーコード、ここポッチがないので、勢いよくやればこうやってね、グラグラし始めてこうやって落ちるんですよね。ちょっと立ちましたけど落ちてしまうので、まあ、できる限り、ちょっとずつ動かしてたくさんコインをゲットした方がいいんじゃないかなと思います。
それともう一つ真ん中に今ジュゲム乗せてますけど、この下の回るやつですね、これを回すとこんな感じで落とすことができるようになってるんですね。なのでこうやって両サイドのゴンドラに乗せて協力プレイで一気に落としてしまうというやり方もあると思います。それともう一つカラーバーコードのついたアイテムとしてタイムブロックがあります。まあもうおなじみですよね。これ通常状態で踏んでも意味がないんですけど、コイン獲得ゲーム中に踏めばこんな感じでプラス30ということで制限時間を90秒にできるアイテムになってますね。これなんですけど、こんな風にね簡単にそれぞれバラバラにすることができますんで、もう自分の好きなところにつけられるようになってます。いいですよね。それと他にもちっちゃなプレートがいくつかついてて、オレンジのキノコとかクリアの棒についた雲とかあるんですよね。これなかなかいいアイテムじゃないかなと思いました。ではコイン獲得ゲームやっていきましょう。こんな感じの長いコースを作ってみました。今回はチームプレイでやってみたいと思います。では土管からスタートです。制限時間は90秒、急ぎましょう。まずは長老盆を落とします。これでね、チームプレイを成立させましょう。はいはい、サムアップ出ましたね。ではこのまま、タイムブロックはね今回は使わないでおこうと思います。2体でプレイするとこれだけでね90秒ありますからね。それではここでジュゲムを落としましょう。はい、落ちてくれましたんで、これもね、2人で踏んでチームプレイ化していきます。はい、こんな感じですね。では、ゴンドラに乗ってぐるぐる回していきましょう。まあね、ちょっと難しいんですけど、自分なりねルールを決めるといいと思います。例えば2回落ちたら、ゲームオーバーというか、次のところに行くというような感じで、決めておくといいかもしれません。今回はそれに従って2回落ちたら、1回も落ちましたね、次のところに行くというような感じに、あっと落ちてしまいました。なのでこれで終わりにしてキラーを、はい、サムズアップ出ましたんで、これでゴールしていきます。はい、94枚ということでもうちょっとでしたね。途中で切り上げましたし、タイムブロックも使ってませんので、普通に行けば多分100枚は超えてくるんじゃないかなと思います。でセットそのものはやっぱり2体でかなり遊びやすいような感じに作ってあるんじゃないかなと思いますんで、おすすめはやっぱり2体なんですけど、1体でもね十分楽しめると思いますんで、いろいろ試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ギミックそのものは今までのセットの中でもちょっと難しめかなという感じですね。ただ協力プレイの良さをうまく活かして遊ぶことができるセットでもあると思いますんで、結構楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は484個です。以上、レゴスーパーマリオのジュゲムのふわふわチャレンジ71389を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。